聖林の章、皇帝の行方。連合軍はアリルで帝国軍を打ち破った。皇帝エーデルガルトと摂政エーギル公を含む帝国軍はガルグマク方面へと回走。王国軍は南へと追撃の兵を向ける。戦争に終止符を打つべく猛追する王国軍。しかしベルグリーズ伯をはじめとした帝国の将兵たちが皇帝らを守るために王国軍の前に立ちはだかるのだった。おお、レオポルト、よくぞ来た。陛下をなぜ戦場に出した。万全でないと言っていたのは軽である。仕方がなかったのだ。連合軍を打ち払うのに陛下の意をお借りする必要があった。ほう。それに決めたのは私ではない。そんなことより今は撤退せねばならん。私は陛下をお連れしてこのままガルグマクに入る。お前はその間敵軍の足を止めてくれ。陛下に万一のことがあってはならぬのだ。守りたいものは他にあろう。迷い一切承知した。さっさと行け。ありがたい。では陛下こちらへ。国の頭がこんなんじゃ帝国もそろそろ終わりかもしれねえな。そう思うのなら逃げ出せばよい。主は爵位も継承権も持たぬただの一将。いくらでも生きる道が見つかるであろうよ。はあ、帝国を捨てろってのか。らしくねえぜ親父。まあリンハルトのやつだって王国にいるみてえだし、そういう生き方もありなんだろうけどよ、俺は嫌だぜ。死にたがるには5周年生き足りぬわ小僧が。だが主が選ぶなら構わぬ。おう、せいぜい一発逆転目指して派手にやってやるぜ。巨大な船が大海原を渡る。予測できぬ嵐に見舞われ沈みかける。必死に飛び降りて藁をつかむ者、ただ風に身を任せて行く末を案ずる者、意味もなく船の中で他人の財貨を奪う者、わずかな望みにすがって舵を握り続ける者。さしずめわしらは船のへさぎに立って歌うものか。その声は万雷のごとく嵐を割り、その歌は死を前にする人々の心を震わせる。分かったぜ。俺は叫ぶ。俺は止まらねえ。俺が、俺たちが帝国ってもんをあいつらに見せてやる。行くぞ我が息子よ。ベルグリーズの部位、主に昇覧いただこう。皇帝を含めた帝国軍は南に遁走し、ガルグマク方面へと向かったようだ。示し合わせた通り、大司教たちは手勢を率いてガルグマクへと向かったが、逃げたエーギル公が不審な動きをしているという報告も同時に入っていてな。不審な動き。まっすぐに大修道院へ撤退すればよいものを、戦場の付近をさまよっているらしい。さまよっているって、何か探し物でもしてるんでしょうか。敵の狙いはわからない。罠や偽装工作という可能性も否定はできん。侵害のベルグリーズ伯が各所に帰化を置いてこちらの足止めを図っているらしいが。ではどうする。
エーギル港がまっすぐガルグマクに引いていないとはいえ、それでこちらまで悠長に事を構えては奴らを取り逃がしかねんぞ。だが焦って下手に動けばベルグリーズ軍に包囲を受けるだろう。となるとどうするかだよね。帝国軍の夫人が手薄なところを選んで進むとか。平地なら上策だろうが、アリルの地形上そう都合のいい迂回経路はないだろう。だったらレア様の使われたアリルの抜け道を使うのはどうかしら。もちろん大軍で通り抜けるのは厳しいだろうけれど、少し危険かもしれませんね。少数で敵の懐に潜るわけですから。悪いが私も同感だ。アリルでの戦いは襲撃のための陽動も兼ねていた。相応の布石なしに抜け道を通り抜けるのは自ら基地に身を投げ出すようなものだ。おっと、ここは僕の知恵が必要な場面かな。それじゃあ一つ意見を言わせてもらおう。飢餓の戦力差に鑑みれば、今は策を弄するべき場面ではないはずだ。危険視すべきは包囲されることだけだろう。であれば僕たちが取るべき方針は。力押しだ。各方面に速攻をかけて敵の罠や包囲ごとエーギル公たちをぶっ飛ばす。今までいろいろな策を弄してきたが、結局俺たちが一番力を発揮できるのはこれだろう。はあ、お前までイノシシのようなことを。だがまあ今回に限っては一理ある。王国軍の強みを理解した、いい作戦だ。そうだな、俺も異存はない。力比べは俺たちの得意分野だ。ファーガス騎士の戦というものを帝国の連中に見せてやるとしよう。例えばこんなのはどうだ。こうするのはどうかしら。考えがあるのですが。考えてみたんだけど。よし、やってみよう。よし。お。いや、どうかな。あ、そっか。
まあ、うん、そういや、実はよ、嘘だろ。そりゃねえな。お呼びでしょうか。そうだな、行くよ。
うむ、ところで、そうだな。そうでしょうか。話しますが、以上だ。お疲れ様です。本日は異常なしであります。はい、どうも。
あのさ、話がある。Yeah.
メだ。そうですね。なるほど。そういえば、よし。実はだな。誓って嘘などではありません。もはやエーギル公はあの男の傀儡なのです。エーギル公が復権したなどというのはあくまでも表向きだけのこと。実際のところ今の帝国を牛耳っているのはタレスとその一味なのです。アリアン・ロッドに現れた闇の魔導士だな。エーギル公までもが奴の傀儡ということか。ええ、それに信じないでしょうけれど、タレスの正体はかつての摂政アランデル公なのですわ。私は彼らがそう話しているのを聞きました。やはりか。ならば今のエーデルガルトは陛下？さあ、知りませんわ。今の陛下は全てエーギル公、すなわち彼の背後にいるタレスの言うがままです。陛下はただタレスに従って皆に命令を口にされるだけですの。さあ、これだけの機密を話したのですわ。私たちを助けてくださるわね。それは戦議にかけて決めるべき話だ。ひとまず牢で沙汰を待つがいい。ちょっと、まだ話は終わっては。お待ちください、お待ちください。で、フェニア子爵の言葉を
お前はどこまで信じるつもりだ。無論全てを信じるつもりはないが、真実だと仮定すれば腑に落ちることも多い。アランデル公は教会への寄進が止まったその頃にタレスに姿を奪われた。職番として勤めていたトマシュ殿があの魔導士に成り代わられたのと同様にな。寄進が止まったのはちょうど彼が帝国から逃れ王国に滞在していた時期だ。だとすればアランデル公の成り代わりを手引きしたのはコルネリアか。ダスカーの悲劇には彼らが深く関係していた。奴らの目的は何だったのでしょう。なぜ帝国は王妃殿下を連れ去った。今のところそれを知る術はなさそうだ。タレスを撃ってその身辺を洗うくらいか。だが一つ言い切れることがあるとすれば、あの魔導士たちさえいなければ王も騎士もダスカーの民もあのような死を遂げずに済んだだろうということだ。やむを得ない理由があったのかもしれない。正義のための強行だったのかもしれない。だが俺たちにも復讐という正義のために剣を取る権利があるはずだ。撃ちましょう陛下。俺は復讐を果たしたい。ええ、タレスを倒して初めて私たちは前へ、未来へと進んでいける。まあ彼らをぶっ飛ばさないことにはこちらの留飲も下がりませんからね。因縁にきっちり型をつけてやりましょう。死者の前でも胸を張っていられるように。よし、取るべき方針は定まったな。ならば今はただ前に進もう。そうだな。差し入れだ、イングリッド。ドゥドゥ、ありがとうございます。あら、美味しそうなお菓子ですね。助かります。ちょうど作業が行き詰まっていたところでしたので。作業？それは報告書か。はい、先日ダスカー地方での戦闘があったでしょ。その時の報告です。大変な戦いでしたよね。ダスカーの安定にはまだまだ時間がかかりそうです。もちろんあの事件に関与した者を捕らえられたのは喜ばしいことですが、ダスカーの民にもいろいろな者がいるからな。わかっています。彼らも私たちのような王国の民と何も変わらないのですから。善人も悪人もいるでしょう。問題は悪人の咎を善人にまで押し付けたことです。仕方のない話だ。人とはそういうものだと思う。俺も故郷を焼いたファーガスの者たちが憎くないと言えば嘘になる。だが陛下と共にファーガスで過ごすうち
いろいろなものがいると知った。俺だけでなく陛下にまで石を投げ罵倒するような者たちもいれば、ダスカーの民である俺に気安く話しかけてくる者たちもいた。私はそれすら知ろうとしなかった。本当にあなたと出会わなければ、たとえ陛下があなたたちの無実を訴えても、私は未だ頑なにあなたたちを憎み恐れ続けていたかもしれません。だがお前はそうならなかった。一歩を踏み出し歩み寄ってくれた。俺が言うべきことではないだろうが、お前は立派だと思う。いいえ、立派だなんて、今の私はまだまだ未熟者ですよ。あ、そうだ、この作業が終わった後ちょっと町へ食事に行きませんか？ああ、構わんが。実は先日美味しい食事を出す宿場へ陛下が連れて行ってくださったんです。宿場の主人がダスカーの方なのですが、どの料理も絶品で、もしドゥドゥが嫌でなければぜひ一緒に行ってみません？待て、イングリッド。はい、嫌でしたか？それとも何か他の予定があったとか？いや、そういうわけではない。だが陛下が連れて行ってくださったと言ったな。はい、陛下にとっては随分と馴染みの宿場だったようですよ。はあ、作業が終わり次第呼んでくれ。俺は陛下と話してくる。イングリッドと一緒だとはいえ、あまり軽率に出歩かれないようお伝えしなければ。秘密にしておくべきだったかしら。すみません、陛下。おい、報告は終わったのか？ええ。あ、私に何か用があったの？待たせてしまって悪いわね。用というほどのことでもない。単にお前をねぎらおうと思っただけだ。戦況はかなり厳しかったと聞いたが、よく無事に戻ったものだ。ええ、ただの盗賊退治のはずが、こんなに苦戦するなんてね。怪我は？この通り無事よ、部隊のみんなもね。これのおかげであの戦場でも希望を見失わずに済んだわ。兄上の、そんな鉄の塊が何の役に立ったというんだ？何かの役に立ったってわけじゃないけど、心の支えになったと言えばいいのかしら。これはあの人の誇りと果たせなかった責務の象徴でしょう。そんな大事なものが懐にあるっていうのに諦めるなんて情けないまではできない。そう思ったらもう少し踏ん張ろうって勇気が湧いてきたのよね。わからんな、俺には。死んだものを思うのは構わんが、行き過ぎた情は剣を鈍らせるだけだ。思ったところで彼らが戻るわけではない。俺はそう考えてしまうのだがな。フェリクスは割り切りが良すぎるのよ。そこがあなたの強さなんでしょうけど、でもいつかあなたにもわかるわ。思いが人を支えることもあるんだって。聖者が死者に支えられるか。
それじゃそろそろ私は戻るわね。はあ、久しぶりに安心して眠れるわ。待て、イングリッド、一つ頼みがある。あら、何かしら。あなたが私に頼み事なんて珍しいわね。そのうち兄上に顔を見せに行ってやってくれ。これからも戦争が続けば、今回のような厳しい戦いがいつ起きるかもわからん。死者が生者を支えるというのなら、花を手向けるくらい損にはならんだろう。グレンの、ええ、そうね、構わないわ。もちろんあなたも一緒に来るんでしょ。そうだ、せっかくだし陛下もお呼びしましょう。それからロドリグ殿とシルヴァンにギュスタブ殿、この軍にいる人たちも。待てアホ、そこまでは言っていない。聖堂の中で宴でも始めるつもりか。さすがにそんなことはしないわよ。ああ、でも宴っていうのはいいわね。きっと息抜きにはちょうどいいだろうし、何より彼、賑やかなのが好きだったもの。だとしてもだな。いや、まあいい。それまでくだらん戦場で命を落とすなよ。わざわざ呼び止めて悪かったな。今日は肉でも食べてゆっくり寝ることだ。ありがとう、フェリックス。どうしたんですか？さっきから何か考え事をしているようですけど。あ、いえ、大したことでは。気を使わせてしまってすみません。君がそんなに思い悩んでいるなら、それはもう大したことですよ。僕でよければ力になります。役に立てるかは分かりませんけど。その、この辺りの土地の肥沃さを見てつい驚いてしまったのです。確かにこの辺はファーガスでもかなり豊かな地域ですからね。北部と違って雪も少ないですし、川も多くてどこも綺麗で、さっき見た一面の麦畑なんかは目を見張るほどの美しさでしたね。私の故郷にはあれほど美しく広大な麦畑はありません。広がっているのは荒野と岩肌ばかり。もともと豊かな土地ではないのです。長らく土を耕し、岩を除いて遠い子孫のためにと種をまき続けてきましたが、この地のような一面の麦畑を作るにはどれだけの時間がかかるのでしょうね。我らの流した汗と血潮が土を潤し、いずれは遠い光栄たちの生きる糧となる。すぐには成し遂げられないかもしれないけれど、努力が意味を失うことはない。僕はそう思っています。だからあまり悲観しないでください。それはルーグ様のセリフですよね。私も大好きですよ、ルーグと風の乙女。そういえばイングリッド、知ってますか？僕もこの間気がついたんですが、あの物語にはダグザのごとく枯れた土なんて言い回しが出てくるんです。まあ後世の詩人の創作でしょうけど、気になってダグザの旅行記を読んだんです。旅行記はあまり読んだことがないですね。何と書かれていたのですか？ダグザには貧しい土地でも楽に育てられる作物があるんだそうですよ。おまけにすごくお腹にたまって煮ても焼いても美味しいとか。そんな夢のような作物が？到底信じがたいのですが。もしかしてシャミヤさんに聞けばいろいろ教えてくれるかもしれませんね。その作物を栽培できれば私の故郷も
少しは豊かになるのでしょうか。断言はできませんけど、どんな作物なのかきちんと調べてみる価値はあると思います。もし僕に何か手伝えることがあれば喜んでお手伝いしますよ。良いのですか？ガラテア領の問題なのに王家の騎士であるあなたを巻き込んでは。友達を手伝いたいって思いに立場なんて関係ありませんよ。それに僕も小さい頃は貧しくて、毎日ろくに食べるものもなくて、あんな苦しい思いをする人を一人でも減らせるのならそれが一番ですから。ありがとうございます、アッシュ。ではまずその作物とやらの調査ですね。戦いが終わったら、いえすぐにでも、その作物を取り寄せる手を考えましょう。何をするにも話はそれからですからね。なんだか楽しみになってきました。はい、これはこんな戦争なんかで死んでる場合じゃありませんね。はあ、どうしたんだよイングリッド、ずいぶん疲れてるみたいだが。いいえ、ただやってもやってもお父様の頼み事が尽きなくて、この間の戦闘の報告書を作って、天馬の維持費について陛下に交渉して、あなたも陛下もフェリクスもよくもまああんなに働けるものだわ。なんだよ、大丈夫かよ、お前らしくないな。私机仕事には向いていないのかも。はあ、自分が情けない。よし、ならば俺が一肌脱いでやろう。ってことで食事だ、食事おごるぜお嬢さん。ちょっと私まで口説くつもり？あなた成長したんじゃなかったの？お前ってやつはな、人の気遣いくらい茶化さずに受け取っておけよ、損するぜ。それもそうね、ならありがたく。気を使ってくれてありがとうシルバン。ちょうど仕事が一段落したところだったの、付き合ってもらえるかしら。うん、満足だわ。こんなにお腹いっぱい食べたのは久しぶりかもしれない。そもそも近頃はなんだかんだで忙しくて、ゆっくり食事をとる機会も少なかったし。そいつは自腹を切った甲斐があったな。ちゃんと食べたら元気出てきたろ。久しぶりにその豪快な食べっぷりを見たら、なんだか俺も安心したよ。ちょっと、私の食べるところを見て安心するって一体どういうことよ。悪い悪い、大意はないんだ。ただお前がうまそうに飯にありついてるところを見ると、こう落ち着くというか。多分それは陛下もフェリクスもお前の家族だって同じだと思うぜ。そういうものかしら。誰も昔のままではいられない。この間お前もそう言ってたろ。だからこそ変わらないものがあるってのが俺たちにとってはすごく嬉しいんだよ。変わらないもの。待ちなさい、納得しかけたけど、つまり私が普段から食べてばかりってことよね。お前が食い意地張ってるのは事実だし、けどそれが悪いとは言ってないだろ。眉間にしわ寄せてる顔よりも幸せそうに飯を食べてる顔の方がずっといい。もう何を言ってるんだか。変わらないものなら他にもあるじゃない、すごく大事なものが。ここにね。大事なもの？私たちの友情、これは今も昔もこれからもずっと変わらないでしょ。私たちの関係は変わっていっても、互いを大切に思う気持ちは揺るがないわ。ああ、
イングリッド、お前ってやつはどこでそんなキザな文句を身につけたんだ？何バカなこと言ってるのよ。ほら、みんなに差し入れを買って帰るわよ。はいはい、喜んで。どこへでもお供しましょう。すぐに立ちなさい。戦場で相手は待ってくれないのですよ。は、はい、イングリッド様。もういい時間ですし、そろそろ一度休憩にしましょうか。イングリッド、それにみんなも、常連お疲れ様。お菓子を焼いてきたのよ。よかったら食べてちょうだい。ありがとうございます、メルセデス様。みんなに声をかけてきますね。お願いね。たくさん焼いてきたから、あんまり急がなくてもいいわよ。たまには贅沢もしないとね。さあ、イングリッドも食べてみて。ありがとうございます、気を使わせてしまいましたね。おいしい。さすがはメルセデスですね。彼女たちをねぎらうにはどうしたらよいか日頃から考えてはいたのですが、メルセデスはあっさりとやってのける。見ましたか、彼女の嬉しそうな顔。買いかぶりすぎよ。甘いもので子供たちが喜ぶのは当然だわ。そうでしょうか、私が相手だとみないつも緊張した顔になるので。あなたのような優しさがあれば私も親しみを持ってもらえるのでしょうか。たまに差し入れを持ってくるだけの私より、いつも訓練してくれるあなたの方が、あの子たちにとってはずっと大きな存在だと思うけれど、常連の時の厳しい態度だって、あの子たちが戦場に出た時のことを考えてでしょ。あなたの真摯な優しさはきっと伝わっているはずよ。そういうものでしょうか。それじゃあ一つ聞かせて。あなたは自分のお兄様たちが嫌い？いえ、そんなことは。確かに厳しいところもありますが、いつも私を見守っていてくれる自慢の兄ですよ。それと一緒だわ。優しさといってもその形はたくさんあるってこと。優しさの形ですか？ええ、だからね、無理なんかしないで、あなたはあなたらしくいればいいのよ。あなたはそのままで十分優しい子なんだから。けれど私はあなたのように誰かを励ますのも増えてですし。そんなことないと思うけれど、そこまで言うなら私の真似でもしてみる？なるほど、その手がありましたか。よし、決めました。ならば先日のあなたを真似させてもらいましょう。今日は私があなたを可愛がります。覚悟してください、メルセデス。あらあら、私どうなっちゃうのかしら、楽しみだわ。よし、大丈夫大丈夫、さっと立ってさっと帰るだけだから。こんばんは、アネット。すみません、驚かせてしまいましたね。
イングリッドか。ごめんね、ちょっとびっくりしちゃって。 いえ、気にしないでください。しかし、こんな夜更けにどうしたのですか？食堂に参考書を忘れちゃって、取りに行こうかなって思ってたの。奇遇ですね。私も忘れ物を探しに食堂へ向かっていたところなのです。じゃあ私と一緒に行こうよ。イグリッドがいてくれたら心強いから。心強い？どういうことでしょうか。まあいいか。暗いね。あねえ、今変な音がしたよ。あの草むらの方から。草むら？あら、あの人影、まさかまたこんな遅くまで。アネット、走らないでください。そちらには確か糧食の箱が。なんでこんなところに木箱が。アネット、いろいろあったけどなんとかたどり着けた。ありがとう、イングリッド。無事にたどり着けてよかったです。アネットは暗い場所が苦手なのですか？そうなの、昔からダメなんだよね。克服したいなとは思ってるんだけど。そういうイングリッドは怖くないの？ほら、幽霊だっているかもしれないんだよ。特に暗い場所に抵抗はありませんね。幽霊だって見たことがありませんし。でも想像したら怖くない？死んだ人が地の底からもぞもぞ這い上ってとか。ガラテア寮のあたりにも伝わる伝承ですね。子供の頃よく兄に聞かされたものです。けれどそれが本当なら、今頃地上は死者でいっぱいになっているのではありませんか？確かにそうなんだけど、気持ちの問題というか。死者が幽霊になって会いに来るなんて、本当にあったら素敵だとさえ思います。人は死んでしまったらそれきりなのです。もう二度と会うことも話すこともできない。そっか、そうだよね。死んじゃったらそれで終わりなんだもんね。だったら、だからこそ今この時間を大切にしないと。だよね。ええ、私はそう思います。人生はたった一度しかないのですから。よし、イングリッド、帰りは私一人で大丈夫だよ。え、大丈夫なのですか？ここへ来るときはだいぶ苦戦しましたが。だってほら、苦手なものを克服できるのもこうやって生きている今のうちでしょ。暗いところはもちろん怖いけど、私頑張ってみたいんだ。あの明るさ、私も見習わないとね。生きている今のうちに。